はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。エイティブログです。私たちは今日名古屋モーニング食べに来ます。モーニングといってももう10時45分だよ。モーニングはこれぐらいの時間です。違うよ。ずっと行きたかったお店があって、そこでモーニングをしようと思ってます。皆さん知ってますか、名古屋のモーニング文化。カフェが朝早くからオープンして、うん、名古屋人がみんなコーヒーを飲みに行って、それに無料の、もしくはめちゃめちゃ安い朝ごはんがついてくるというシステムです。すごいよね。コーヒー頼んでちょっとプラスアルファするとボリューミーな朝ごはんがついてくるという、うん、逆だよね。普通朝ごはん頼んでちょっとお金払ったらコーヒーついてくるなら分かるけど、ね、逆逆そう名古屋人逆です。そうコーヒーがメインだから。そう今からお店に行きます。キバで降りました。名古屋高速キバ出口すぐですかね、お店は。料金は400円です。高っ。400円高っ。え、右名古屋高速高っ。1駅2駅3駅分ぐらいしか乗ってないよ。え、3駅もないと思うよ。高っ。だから下道で行きましょうって言ったでしょ、レナ社長。でも時間がないと言ったでしょ、高社長。下道と高速道路で5分ぐらいしか変わらない。7分の違い。7分の違いで今400円。レナ社長が、いや名古屋高速は距離によって安いから、そうだよ、すぐ近くで降りれば200円とかだよって言ったから、な、高いよ、倍の400円だよ。はい、勉強になりましたね。モーニング1個食べれるよ。ちなみに今キバで降りたでしょ、うん、キバはドイツ語で何かわかる？ドイツ語でキバっていうのがあるの？ある。ちなみに日本語は何かわかる？キバわかんない。木がある場所。あ、それはこの地名ね。もう一個あるのよ、牙。ワンちゃんの牙とかいう。え？動物の牙とかいう。ライオンの牙とか。わかんない。わかる？ここの歯のさ、うん、尖ってるところあるじゃん。ライオンとか、うん、ワンちゃんもそうだけど、うん、それを牙っていうの。おお。え、でドイツ語でも牙ってあるの？あ。牙。牙、ちょっと教えて。どんなテンションで言うか。どういうテンションの時に言うか。牙は飲み物だよ。あ、そうなの？アルコール？違う。わかんない。キバ。わからん。何？キエシュバナーネ。何それ？キエシュバナーネ。うん、バナナ。うん、キエシュがわかんないもん。チェリー。チェリーバナナ。ジュース。なんかあんま美味しそうじゃない。めちゃめちゃ美味しいよ。チェリーバナナってチェリーとバナナ混ぜたジュースでしょ？Yes。全然味美味しそうじゃないんだけど。めちゃめちゃ美味しいよ。をキバーって言うんだ。そう。皆さんぜひドイツに遊びに行った時はレストランとかでね、キバーって言ったら注文してください。チェリーバナナが出てきますので。着きました。はい、行きましょう。ピーザというお店。スイーツカフェ&ワインダイニング。ピーザということで行ってきましょうか。はい。持ち帰りで後で買おう。美味しそう。テイクアウトでよかったですか？あ、あのイートインでモーニングを食べたいんですけど。あ、大丈夫です。よかった。このモーニングメニューめちゃめちゃすごいよ。10種類以上のモーニング選べてドリンクがついてくる。すごいね。これが名古屋のモーニング文化ですよ。そうだよ。で、これ決められないぐらいの美味しそうなものいっぱいあるよ。どうしよう。早く決めてください。めちゃめちゃ美味しそうなものいっぱいある。甘いものもあれば甘くないものもある。ベーグルセットとか美味しそうだね。うん、で、なんかいろいろついてくるよ。あ、俺 D のチリドッグセットにしようかな。あ、もうそういう系なんだね。A のトーストセットが一つと、はい、チリドッグかハニーバケットなんですけど、はい、おすすめってあります？まあ両方美味しいですよね。チルドッグセットで、はい、はい、お願いします。来た来た。
考えて、これのボリュームプラスコーヒーで600円いかないぐらいの値段だよ。じゃあいただきます。聞こえる？サクサクだね。完璧に焼いた卵とベーコン、パンに乗せて、絶対美味しいじゃん。卵がちょうどいいし、ベーコンもちょっとカリッとするし、トーストも中がふわっとして外がカリッと、めちゃめちゃ抜群に美味しいよ。朝で名古屋モーニング最高、チリドッグモーニング。だからでもモーニングでチリドッグを食べたい人がいる。すごいね、なんかめちゃめちゃ本格的なチリドッグじゃないでしょ。パンとかもカリッカリで、ちょっとしたバゲットパンだね。ね、じゃあ高級なチリドッグだよ。このチリソースもめっちゃ美味しそう。いただきます。めちゃめちゃうまい。辛い？辛くない。辛くないけど香りはめっちゃくる。美味しい。食べさせて、うま、あげない。食べさせて。本当にめちゃめちゃいい匂いする。でしょ。これ多分今まで食べたチリドッグの中で一番美味しいもん。で、この値段社長全部あげるとはいけないレナのトーストモーニングもいただきます。相性抜群だね。このパンと半熟卵。小倉バゲットかハニーバゲットか。クロワッサンもさっき他のテーブルで出てたけどめっちゃ美味しそうだった。パンをショコラセット、チョコパン、カスタード生、あ、美味しそう。名古屋人だから小倉で行こう。じゃあ小倉バゲットセット。で、何？コーヒーが美味しいと言ってたから。コーヒーめちゃくちゃ美味しいからコーヒー飲みたい。小倉バゲットを追加で頼んだけど、こんなになんかアートみたいなやつが出てくるかと思ってなかったよ。すごいね、普通におしゃれなさケーキ屋さんで出てくるデザートって感じだよね。カリカリ感が伝わったよね、音で。これは美味しいよ。うまい。本当に美味しいよね、うん、はい、いいこと思いついたよ。クリームをのせて、でそれにフルーツをのせて、でそれに、よいしょ。これは太りますよ、社長。またさらに美味しくなるね。はい、ということでケーキも最後ゲットしました。めちゃめちゃ満足したね。いや超満足。モーニングマジで美味しいし、ボリュームはマジでいいしで種類がいっぱいあるのがいいよね。うもう一回来て他の種類食べたいなって思う。まあ俺らみたいにプラス1セット頼んで2人で3セット分食べるっていうのもおすすめかもしれない。この動画をここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。